はい、竹人です。ついに発売になった iPhone6 レビューしようと思います。はい、ついに発売になりました iPhone6 と iPhone6 Plus。 皆さんいかがでしょうか？買った方、買えなかった方、それからね、これからどうしようかななんて悩んでいる方、いろいろいらっしゃると思います。私はオンラインの Apple Store でですね、 iPhone6 の 16GB スペースグレーを購入いたしました。で、まあオンラインのね、Apple Store で購入してますんで、一応 SIM フリー版ということになります。で、海外旅行にね、結構行くことが多いので、今回は2年使うつもりでね、 SIM フリー版を購入してみました。で、この SIM フリーのね、 iPhone6 に私は au の SIM を挿してですね、日本国内では使おうと思っております。で、処理速度がどれぐらい速くなったかとかですね、それから LTE の速度が、まあ、いわゆるキャリアアグリゲーションってやつですね、使うとどれぐらい速くなってるかなんかも検証していこうと思います。それではですね、ここに Apple Store から届いた iPhone6 ありますので、早速中身を開けてお見せしようと思います。こんな箱で iPhone 届くんですね。 Apple Store で iPhone 購入したら初めてですね。開けて、ここは届く。おー、なんかあっさりこんな感じで入ってますね。じゃじゃーん、なんか Amazon みたいな感じで全然動かないようにして入ってます。出してみます。これだけ？あ、これだけですね。納品書とか入ってないんですか？本当に何も入ってないです。納品書とか入ってます。これだけで終わり。はい、というわけで中から出てきました iPhone6 です。なんかね、ここちょっと変わりましたね。前だとここにね、 iPhone の絵が書いてあったんですけど、なんかベコッとボッコリじゃない、ボッコリした感じの、なんか、厚紙みたいなのがね、ボッコリした感じになってますね。全然 iPhone の OS のね、絵が描いてないですね。で、横はここ iPhone ってここに書いてますね。で、裏には、まあ、16GB って書いてますね。ちょっと一応裏を見せてこう、こういうやつでいいですね。Apple のこういう製品の箱ってシンプルなんですけど、よりシンプルになった感じがします。もう iPhone6 とか全然書いてないですもんね。 iPhone って書いてあるんで、前もそうだったかな。これめっちゃ iPhone6 なんです。じゃあ早速、ビニールを破って中身出していこうと思います。ここをカッターで、よいしょ、これ剥がすね。いきます。よいしょ、よいしょ、お、破れました。さあ、いよいよ iPhone6 とご対面の瞬間が近づいてまいりました。はい、いきます。開けます。おお、 iPhone6 です。こんな感じ、見えるかな、ちょっと落とさないで近づけます。こんな感じです。おお、長いな、長い、縦に長い、パッと見で、はい、おお、おお、おお、 iPhone6 だよ。まあ、ちょっと後で本体の方は iPhone6 だよね、ちょっと後でご説明します。先に中身の方から見ていこうと思います。まず、まあ、いつもの、ハローのやつですね、入ってる。ハローが入ってるかどうかちょっと分かんないけど、そうすると、まあ、いつもの通り SIM をね、挿すやつ入ってますね。こうやって、まあ、いつものハローが入ってるやつ。あ、ハロー入ってないですね、今回。残念ながらハロー見ないと、なんかあんまりね、アップル製品買った気がしないのは私だけでしょうか。一応 iPhone6 のなんかすげえ簡単な説明みたいなのが入ってますね。見えるかな、これ。すごいね、字が薄いの。なんだろう、これ。シルバーだったらシルバーなのかな、グレーだからグレーなのかな。何書いてあるか見えます？これ。ほとんど見えないと思うんだよな、見てる人。見える？これ、絵で iPhone6 って書いて、あ、文字で iPhone6 って書いてあって、ここが何のボタンですみたいなの書いてます、これ。で、裏はこう iPhone の使い方みたいなの書いてますけど、このボタンは何に使いますとか、ちょろっと書いてあるだけです。はい。で、iPhone の情報ってペラ紙1枚と、まあ、いつものアップルステッカーどんどん溜まっていくやつ、この3つしか入ってないです。前からシンプル、入ってるものがね、シンプルだったのによりなんかシンプルになっちゃうし、ね、入ってるものがです。これはもう通しで、中入ってるのは、あ、まあ、いつものですね、ライトニングね、まあ、ライトニングが1個、それから、充電器ですね、入ってます。これは変わってないのかな、前と一緒なのかもしれないですね。毎年それ1アンペアの変わってない充電器が入ってます。それがヘッドホンね、それぐらい
あんま変わり映えしなかったですね、ここまで。手元拡大して iPhone6 の方をしっかりお見せしようと思います。はい、こちらが iPhone6 のスペースグレー 16GB 本体になります。それではスペックの方をちょっと紹介していこうと思います。サイズ、縦がですね 138.1mm、 それから幅、ここが 67.0mm ですね。で、厚さ、だいぶ薄くなったな、これなんか薄くなった感じします、すごい。 6.9mm ですね、ここは。で、重さは 129g です。まあ、軽いですよね。で、iPhone5、iPhone5S は厚みがですね 7.6mm で 112g なんですね。なんで薄くなりました、iPhone6 で。 iPhone5、iPhone5S より。でも重さの方はちょっと重くなりましたっていうことですね。なんで、まあ小さくしてギュッと圧縮しましたって感じなんですかね。で、液晶なんですけど、私の買ったこの iPhone6 は、ここ 4.7 インチですね。 1334×750ピクセル で、解像度が 326ppi ということになっております。で、まあサイズ以外は iPhone5、iPhone5S と変わらず 326ppi なんですけど、コントラスト比、まあカラフル感といったらいいんですかね。 5、5S が800対1っていうコントラスト比だったんですけど、今回の iPhone6 はですね、1400対1のコントラスト比なので、まあ色鮮やかになったということが言えると思います。で、プロセッサー、いわゆる CPU ですね、これは iPhone6、6 Plus ともに共通で A8、それから M8 モーションコプロセッサーを搭載しております。で、5は A6、A6 ですね。で、5S が A7、まあ、順番にね、徐々に、速い CPU になってるんだと思うんですけど、で、その辺も、5と、ね、どれが速くなったかみたいなものも後でベンチマークの方をお届けしようと思います。はい、それではですね、ちょっと周り見ていきましょうか。まあ、ここ液晶ついてまして、で、ここがね、タッチセンサーですね。 5S から最後にありましたタッチセンサーです。指紋で、ロック解除ができるってやつですね。で、横行きます。これは左側かな。左側はこんな感じですね。ボリュームの上げる下げるがついていて、で、ここが画面ロックしたり消音機能を使ったりするときに使うものがここについてます。はい、で、上なんですけど、今までは上のここにね、電源ボタンついてました。で、電源が右のここの親指のところに来ましたんで、スリープの解除がね、前より楽になりました。前上だったんで、こういう感じで押さなきゃいけなかったんですけど、押しやすくなりましたね。で、右側はあとは SIM トレイがここにありますね。はい。で、次、下。下行きますと、ちょっとめくるとね、ここにね、イヤホンジャックでしょ。これがマイクですね。ライトニングコネクタ。そしてこれがスピーカーということになっております。で、はい、裏側です。で、ここにカメラがついてますね。ちょっとね、出っ張ってます。見えるかな、これで。ちょっと出っ張ってるの分かります？ほら、ここちょっと出っ張ってるでしょ、これ。ちょっとだけ出っ張ってます。ほんとちょっとですけどね。で、この出っ張ったカメラのせいでガタガタするんじゃないのみたいな話あるんですけど、どうなんですかね。あ、ちょっとガタガタしますね、置いた時に。カメラの反対側がちょっとガタガタします、平らなとこ置いても。ここがね、で、持った感じなんですけど、やっぱね、 iPhone5 と比べたらでかくなってます、確実に。でも、まあ、Android の携帯と同じような印象ですね。パッと持った感じは、これはね。まあ、僕はそんなに違和感なく、これは使えるかなと、今のところは思っております。はい、それではですね、早速起動に向けて準備をしていこうと思います。はい、そしたら、ここにですね、穴にこのピンを入れて押していきます。よいしょ。はい、それでいきましょう。パチンってね、こういう感じでいきます。パチンと。で、これが SIM トレイですね。よいしょ。こういう感じ。au の SIM カードを乗っけましたんで、この状態で差し込みます。こうですね、入っていいですと。はい、 SIM カード入りました。はい、 iPhone6 に今 au の SIM カードを入れ終わりましたので、いよいよですね、電源を入れてセットアップしていこうと思います。早速入れますね。入れます。アップルマークが今出て起きましたね。ホラーなのかな、これ。ハローって来ました。じゃあ早速セットアップしていきましょう。来ましたね。まあ、いつもの言語選択ですね。日本語選びます。これ今フィルム貼ったまんまで操作してるんですけど、使えますね。だから、まあ、セットアップ終わるまで剥がさなくてもいいかもしれないですね、 SIM 引き買われた方は。
言語設定中というですね。で、Wi-Fi の設定が来ましたね。Wi-Fi 設定します。あのね、これ大きくなっていきなりもう感想。あの、今まで、テンキーで入力すると iPhone 5とかちっちゃくてものすごい入れづらかったんですけど、ちょっと見てこれ、こういうテンキーも大きくなってるんで数字がすごい入れやすくなった。 iPhone6 になってここまででかい、1文字1文字が前よりはキーボードの操作性は良くなりました。これはでかいな。